PDCA School。こんにちは。高専、高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDCA スクールと KPC の谷にでございます。今回は高専に入って後悔したことについて撮っていきます。実際の在校生の声を集めました。皆さんと広く浅く楽しく高専について勉強できたら嬉しいです。では早速、高専入学の後悔1つ目、高学に興味がなかった。この理由が最大で致命的で、後悔するなら大多数だと思います。意外に高専に入る中3ってノリで決めてる、雰囲気で決めて高専に入る人が多くてですね、その一つがレベルの高い学校だからある程度は潰しが効くだろうと考えるとは思うんですよね。あ、潰しが効くってことはどうにかなりやすいってことです。他にもタイピングの速さに自信があるからとか、ゲームを作れるようになりたいと思ったからとか、電子のお絵描きが好きで高専に向いていると思ったとか、全然高専がおすすめだと言えないような理由の人、受験生っていうのは珍しくありません。そして人生を長期スパンで見た時に、ずっと取り組んでいくお仕事に関係するのが専門業種、専攻業種ですから、その部分を中3でノリでなんとなく決めてしまうのは悪手なわけです。もともとほとんど工学に興味のない人は工学の勉強をするのがそもそも苦痛だと思います。高専のテストで下位を取ってしまうほど、数学を勉強するのが苦手な人にとって勉強が難しいと、関心がないことを学ぶのが苦痛だと思います。なんで僕は勉強しているんだろう、なんで入学したんだろうと悩んでしまう人が多いと思いますね。高専の高学年になればなるほど専門科目も増えていきますので、余計きつくなって退学、留年のリスクも損失も高くなっていきます。高専入学の後悔2つ目、実習が全然楽しくない。実習が全然楽しくないと思うパターンですが、ほぼ1、最初にお話しした1に起因していると思います。そもそも自分の興味関心を勘違いして高専に入学したわけですから、本来楽しく取り組めそうな実習も楽しくないわけですね。好きだったり興味があれば、たとえ間違えてもなんでこうなるんだろう、どうしたらうまくいくだろうと好奇心旺盛に、どう転んでも楽しく取り組めるでしょうね。それでは高専入学の後悔3つ目、なかなか遊べない。どういうことでしょうか。都心部にある高専は便利が悪いことはないと思いますが、地方にある高専はそれほどいい場所に立っているわけではありません。そのため遊ぶ場所が少ない点も後悔する部分になる可能性があります。山に囲まれた学校と寮、自然豊かな環境で最高の暮らしなどと言いたいですが、虫が多くて秋や春は結構きついです。車やバイクの使用ができればある程度行動範囲は広くなりそうですが、都心部に比べて遊ぶスポットが少ないので、ちょっととはなるかもしれませんね。高専入学の後悔4つ目、花の青春ライフを送りたかった。花の青春ライフを送りたかったってことなんですけど、例えば機械学科などのクラスは40人中1人2人しか女子学生がいなかったり、高専全体でも均等に割合を見れば2割しか女子学生はいません。普段は学業と部活で他校との関わりも少ないでしょうね。で、付き合うなどはなくても普通校に行っていたらまた違ったんだろうなと思う人はいると思います。それで高専内で付き合うとしてもリスクありです。今僕は25歳ですが、僕が高専在学生当時、先輩後輩もちろん同級生も高専生カップル50、60組のうち、結婚までゴールできたのは知る限り2組だけです。クラス内や学年内で付き合うものなら 100% 噂になったり、別れただの、喧嘩しただの、こんな人ひどいことをした、言っただの、恋愛の内容が筒抜けになることも少なくないので、高専内で付き合うとしてもリスクがあると思います。それでは高専入学の後悔5つ目、大学生活が羨ましい。高専1から3年までの対応する学年は高校生で、高専 4、5年に対応する学年は大学生 1、2年生に変わります。高専4、5年生になると、中学時代の同級生はみんな大学生になり、話を聞くだけで楽しそうと思う高専生は少なくないようです。
特にその境目である高専3年生の春などに、同級生たちはこれから大学生かと一皮向ける大学生になる同期たちを見て、少し焦りというか変わらない環境に、焦燥するイメージはなきにしもあらずですね。それでは高専入学の後悔6つ目、大学 1,2 年生をどうやっても経験できないです。どういうことか説明しますね。高専は5年生なので、高専の 4,5 年生の時に高専生は大学 1,2 年生を経験しています。そのため編入学という進路を選択したとしても、大学3年生の途中から入学することになります。で、大学は 1,2 年生の時が一番楽しいイメージなのに、その時期に大学を経験することなく、大学生活が3年生から始まり、たったの2年で編入先の大学を卒業することになります。大学 1,2 年生っていいなと思うかもしれません。ないものねだりっていうのもあると思います。高専入学の後悔7つ目、最後です。交通の便が悪い。最後に交通の便が悪いということです。これ高学年になって、免許を取って車やバイクがあれば、車やバイクがあれば問題ないのですが、足がない人や遠くから通学する人は電車やバス、公共交通機関を使わなくてはいけません。しかし高専の近くで、稼働している公共交通機関は、どれも本数が多くなく、1本電車やバスを逃すと、次は1時間後、こんなことはよくあると思います。僕はたまたま通勤で家から往復30分くらいのところに住んでいたので、徳山高専にはあまり苦なく5年通えました。それでも毎日往復30分でチャリ通学は大変でしたね。はい、ということで今回は以上です。高専の生活がよくわかる動画の再生リストを概要欄、コメント欄に添付しておきますね。今回は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。あなたの選択肢に高専を。高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧、そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思います。まず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試、高専合格にググッと近づけます。7月半ばから9月まで開催予定、高専入試対策の夏季講習、ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください。8月から高専入試まで開催、高専入試対策長期映像講座、かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始頃開催予定、高専入試対策冬季映像講座、こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。PDCA School. Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.